は何の日か。今日は、ああ、確か、あれの発売日だったけど、名前が、V6 クライセックス。夜のバトルは無敗の王者、勝利の秘訣は、もはやリングにすら上がらん。だが今日だけは興奮せずにはいられない。そう、例えるならあの初体験直前の心臓が破裂しそうなドキドキ感。その原因がこいつだ。ポケットモンスターカードゲーム VMAX クライセックスクライマックス。今回はこいつをワンカート分の20ボックス入手してきたぜ。ただ今回は転売対策でシュリンクを全部剥がされちまった。だから俺を転売屋と一緒にするんじゃねえ。どっからどう見ても変態だろ。というわけで今回はこちらの商品の情報を一切見ていないので、ガチの初見プレイで今から20ボックス全て開封していきたいと思います。いや本当にどんなカードが入ってるのか非常に楽しみです。こういうシリーズで情報をガチで見ずに発売迎えたの初めてですわ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 パックか。じゃあ10パック一気に切っていくか。今回もにわかぶし炸裂しまんで。なんか10パックしたら妙に熱いなと思ったら、これ1パック11枚も入ってんのか。お、早速基本悪エネルギーのホイールが入ってるな。カジュッチ、ヨアル、お、なんでアセロラの予感。ん、これはなんか SR で欲しい気がするぞ。再録率ナンバーワンの穴抜けの日も入ってんな。ヒドソウル、あー、ボスの指令とか入っちゃってるのはめちゃめちゃ豪華やね。フーパー、あ、ジュラルド早速再録されてる。しかもこれイラストはちょっと変わってんのかな。あ、キャラクターズレアも来ました。このキャラクターズレアの情報はしてたんですけども、これの封入率が非常に気になってたんで、それの検証もしていきたいと思います。キャラクターズレアはドリームリーグ以降の収録やな。で、雷エネルギーのホイール。まあ、ホイールのエネルギーカードは1パックに1枚確定と。あ、メロンちゃんも入ってる。活力の壺。おぉ、ここら辺も再録祭りじゃねえかよ。お、ニーピアブリ。早すぎない？ EV ヒーローとこの前発売したばっかやぞ。これ何でやってんの？なんかパラレル加工になっとるな。で、基本水エネルギーと。マスター。これは新規カードだな。このカード使ったら自分の番が終わる。クズカードだな。望遠スコープに。あー、かっこよっすよ、このリサードン。で、銅卓に。うわっ、ブラッキー VMAX。しかもイラスト同じやつ。これ再録やな。これ EV ヒローズ。暴落の運命だな。もう暴落してるか。基本ハネルギーの。あ、後ろになんか電気タイプのポケ層が。お、ピカチュウ V も再録されました。これイラスト違うな。そして、アップリューのキャラクターズにはね、できれば女の子が欲しいところだけど。お、ちょっと待って。ちょ、なんかすごいカードいっぱいあるぞ。いただきへの雪道もあれば、これガランファイヤーでしょ。こいつ収録したのか。お前らダブルレア手放しといたか、事前に。で、基本超エネルギーのホイールで。なんかエネルギーは結構ばらけとるね。ここはミミッキュー VMAX。あ、これ新規やんけ。お、なんだこれ。技名にアセロラの予感を出し、使ったら乗せるダメ感。数13個になって変えてる。ってことはアセロラの矢がやっぱり光るんかな。お、やれよだ。このイラスト結構好きだな。アクエネルギーのホイールと。で、ヤルムカで、あら、なんか SR 以上これ確定じゃない。あ、でも確定って書いてあるから、どっかに出てくるはずなんだけど、前回のシャイニースターだったら、色違いと、たまに SR サポーターが封入されてたんだな。で、電撃ウーラウスのトリプルレアと、ここも再録だな。コクンがすげえ輝いて見える。主人公感半端ねえぞ。え、なにこれ？キャラクターズ SR？ キャラクターズレアとはまた違うのか。パルスは当たりました。え、これが SR になるの？なるへそな。あ、え、あー、出た！これ、ワンボックス目から紙ボックスな気がするぞ。ちょっとこれ、相場とかわからないんですけども、アセロラの予感がいきなり当たりました。これは幸先いいんじゃないでしょうか。相手の手札を見て、その中にあるトレーダーズの枚数分、自分の山札を引くと、普通に弱かったわ。イラストはすごいけどね、コレクションカードだな。そして、ゼラウラ分も入ってました。では、2ボックス目。確かハイクラスパックには HR は封入されてなかったのかな。え、何やこれ。ガラルの仲間たち。あれ ?20 周年の時に発売したリミテッドエディションマスターバトルセットにアロラ仲間たちっていうサポートカードあったよな。え、これもしかすると光るのか。光ったら結構熱いんじゃない。あ、いきなり来ました。キャラクターズスーパーレアの、あ、バシャーモヤ。あ、こっち光りちゃうんじゃない。お、これは個人的に当たり枠だな。さあ、残り SR も入ってるんでしょうか。アーマーガーの VMAX ね。
そしてピカチュウ V に、あ、ヒーブイも入ってんの。え、これタッチすげえいい。誰が入ってるんでしょうか。あ、俺か。そしてこちらの VMAX は、おイオルブ、今回何種類あるんだろう。めちゃめちゃ種類多さやな。これガラルファイは非常にあるんで、お、ボスのシエット。おお、素晴らしい。お、ブースターもあんの。これ集めるの大変やな、ほんまに。どんだけお金取ってくんね、株式会社ポケモンさんはよ。え、これ、丸ヤクレに、これは何？言わんこ？まあ、ではないのね。そして、トエネルギー。そして、これがミミッキー V ね。あ、ユーリちゃん。これも新規のサポートカードだな。そして、これ、穴抜けの紐にゼラオーラ。おー、そこ3機揃いました。シャワーズのキャラクターズレアね。さあ、SR は来るんでしょうか？確か、ハイクラスバックもね、あんまり SR 当たらなかったんだよな。お、ブラッキー V も採択されたんだな。あ、残念ながら、キャラクターズスーパーレア1枚のみでした。ハンボックス目。あ、霧の水晶も再録されてんのね。お、なんか出た。レクサ VMAX の UR が出ました。これ HR かどっちだ。あ、UR か。今回側面から見てもわからない仕様になってるわ。めちゃくちゃかっこいい。ほら、トップレアの可能性を秘めてるぞ。お、ザシアも再録されて、ブースターね。これ多分3パックに1枚ぐらいキャラクターゼラ封入されとるな。馬車も VMAX も入ってるよ。そしてこのガラルフォイ。今回ちょっと豪華すぎひんか。過去最高にいい収録内容なんですけども。インフィア V。で、こちら、おー、出ました！ピカチュウ V のキャラクターズレア。これは熱いね。これ後ろにあるのレッドモドキか。いや、このキャラクターズレアも全種コンプしたいね。お、レクザ VMAX のイラストがちょっとちゃうな。お、無限大の VMAX も入ってました。まあ、これはもうどうでもいいか。コロトックと、あ、EV 被りたな。いや、めちゃくちゃ楽しいわ、このボックス。無限に開けられる。決してこいつにかけたんじゃないからな。4ボックス目。お、なんだここ、めちゃめちゃ揃ってるぞ。あ、これ、V ユニオン、やっぱりワンパックに全種類入ってるんや。これは何 V ユニオンだ？あれ、こういうアイスなかった？ V ユニオンも何種類か収録されてるのかな？おー、来ました、サポートの。お、これは誰だ？お、ルリナさんが再録されてる。本家のよりちょっと若返っとるな。ってことは、他のサポートカードも再イラストで再収録されてるのかな？激アツ、あちちの血じゃねえかよ。あ、一撃グラスも入ってた。お、雪の、これはまだ当たってなかったな。で、夜 V のトリプルレアと、おー、出てんの、タッチが可愛いな。なんか季節外れのハロウィン感がすごいね。マルヤクでのキャラクターズスーパーレアが当たりました。そしてカラマレのも初ゲット。ゴボックス目。おお、これは外れ確定やな。こいつは500円で売り飛ばそう。で、ブラッキーに、お、オクタン1枚目来ました。今回キャラクターズレアの種類めちゃくちゃ多いね。そしてジュラルドンもこれ1枚目やな。で、これが、おお、白馬も再録されてんのか。で、イオルブ VMAX に、お、これも1枚目、クリムガンのキャラクターズレアと、おお、ミミッキュー V のキャラクターズレア。もうアセローラが売ってる時点で需要しか感じねえぞ。やっぱキャラクターズレアが光るとスペシャルアート感増すな。バシャーモンもこれ1枚目かな。6ボックス目。お、ゼラオラ V のキャラクターズスーパーレア。この女誰だ？あ、なんかサポーターでユーリって書いとったな。これもキャラクターズレアの新規。ナケツケサルね。どっからどう見てもガチホモカップルやな。そして、お、黒馬も収録されてましたわ。あー、SR なかったな。おー、ガラルフリーズ。おー、ゼクル。なんでこのイラスト噛みすぎない。7ボックス目。お、お、なんやこの光り方は。え、これもしかすると、棚のトリプルレアでした。あー、また被りのパルスワン V が当たっちゃいました。あ、これ一番目はな、アリアドスのキャラクターズレア。まだ出てきた、ヨノワールのキャラクターズレア。今流行ってるハピナス V じゃないか。8ボックス目。イオルブ V、こいつは当たってんのか。お、ジュペッタキャラクターズ、まだ入ってたか。全然コンプできねえぞ。お、出ました。お、博士の研究家。あ、これアララギ博士なのか。なんかご丁寧にここに名前書いてたわ。で、こちら、あー、まだ出てくる。もう無限に増殖してくるな、モロロね。あら、かっこいいな。素晴らしいキャラクタースーパーレア来ました。リクーサ VMAX のまた新規のイラスト違い。なんかこれはレックザ V のスペシャルアートを意識したタッチやな。普通にかっこよかった。おー、出た！ピカチュウ VMAX のトリプルレアと、あ、これ出てるみたいな。なんかすげえ横に初期傷が走ってるんだけど。萎えるわー。キューボックス目。
あー、バシャモ V のキャラクターズスーパーレア、これさっき当たっとるね。あ、リザードン V のキャラクターズレア、これ1枚目やな。普段は強がってるくせに裏では主人にべったり甘えてたんだな。15歳の時の甘い初恋を思い出すよ。まあ妄想なんだけど。あら、キャラクターズレアが止まりまへんね。ガラル・タチフサクマ、職業はキチガイかな。これもまだ当ててなかったの。イワンコ、あれ、これなんか当てた、どっちだっけ、なんかさっきマーとか言ってたよな。10ボックス目。あ、クロバット V が風熱皆さん低いですよ。これ1枚目やわ。あー、これはでもキャラクターズレアでもまだ出してなかったら、連撃ウーラオス V のキャラクターズスーパーレア。あ、魔法1分まだ出てへんやん。お、ジジ2コンボ来たわ。11ボックス目。あ、またこれ V ユニオン来たな。あれ、今回モルペコしかやっぱ収録されてないんかな。クソババアじゃねえかよ。これジジがどっちだ。なんか地味にハイパーボール投げてるところが腹立つな。こっちは間違いなく富裕層のクソババアだな。なんかあるようでないようなブランドの服着とるわ。シンプルだなぁ。めちゃくちゃ余白余ってんじゃねえか。ハクババトレックスのキャラクターズスーパーレアね。12ボックス目。でも意外と光もん被らへんね。順調に育ってきてます。これはバーネット博士。あ、これもあったな。これでもレギュレーションいいか。新規か？どっちだ？一つ確かなことはチッパイだな。あら、まだ当たってなかったの、キャラクターズさん。キングドラ当たりました。このトレーナー、もうちょっとマシな乗り方あったろ？丸役ではさすがにスペシャルアートになる器ではねえだろ。13ボックス目。あれ、どんだけ収録されてんねん。斎藤さんも出てきたやんけ。パイレーツのキャラクターズレア。おー、これもなんか光ってる。UR や。外しちゃいました。うー、後ろにも銃あると思った。完全なる嫌がらせやな。モルペコが光った。そう、そんなパチンあるの。お、マリ、これトップレアの匂いがするぞ。なんかこんなアイスクリームあったな。あ、あとキャラクターズレア新規1枚追加されました。いや、今回のハイクラフトパックはなんか遊び心があるな。14ボックス目。あ、これはイオルプ VMAX のキャラクターズレアか。あら、サンダースのキャラクターズレアも収録されてました。なぜかグリーンが使っとるね。あ、なんか。さすがにキャラクターズレアもほぼほぼ集まったんじゃないでしょうか。今横チラって見たら種類数に絶望したわ。いや、さすがに多すぎるだろう。デュエマか？ 15 ボックス目。メロンタソヤ。一つ間の中ではナンバーワン候補のぽっちゃりおデブ。それに比例してモスのも太っとるね。お、来ました。アーマーガーね。ほんとキャラクターズスーパーレア被んねえな。今のところバシャモしか被ってないんじゃない？これ頭の上に乗ってるおっさん、アーマーガーからしたら迷惑やな。16ボックス目。あ、スーリア来たぞ。これはまたおっさんやんけー。また当たりました。あ、でもザシアン V のキャラクターズレアも当たりましたわ。もうこう見るとただの犬やな。17ボックス目。お、ガラルサンダー V のキャラクターズレアも存在するのか。後ろはソニアちゃんだな。これ捕まえようとしてるのか、自分のポケモンなのか、どっちなんだ。全く言うこと聞いてないけど。ミュースちゃんの VMAX URC も入っちゃってんの。全員闇落ちしとるね。ミューに至っては今にも人刺しそうな顔しとるぞ。18ボックスね。あれ、ポアルまだ当たってなかったから、これ1枚目？む、ジュペッタもこれ1枚目じゃない？うっ、エミアちゃん来た。え、後ろの女誰？ちょっと怖い。19ボックス目。この SR は、まさかのかぶり。お、今度は進化前のアーマーガー V のキャラクタースーパーレア。これ当たりました。そりゃ V も VMAX も SR 化してたら種類多くなるわ。ってことは今回イラストレーターの人かなりの人数が参加しとるってわけか。で、俺忘れてない？それではラスト20ボックス目ね。あら、ハピナス V のキャラクタースーパーレアが当たりました。こいつなんか地味に環境で流行ってるらしいね。という地味なオチでした。いやー、楽しかった。だね、これはちょっと追加購入でちょっとコンビ行ってくるわ。転売ヤーには先越されまへんで。